はい。仲間にした方をリーダーにしてパッチリ話しかけています。あれ、もうちょっと行くか。幻のポケモン見たんですか？それとどんなポケモンでした？なるほど。なるほど。なるほど。なんと、鳳凰という。そうなんですか。実に羨ましい。って、あなたが鳳凰ご本人なんですって？うわー、手前、クラクラしてきて、うわー。突然倒れて申し訳ないです。しかも解放までしてくれてありがとうございます。ございます。しかして手前、もう感動。まさか幻のポケモンに出会えるとは。もう感無用です。やっぱり途中で諦めてはいかんということですよね。諦めたらそこで終わりですもんね。ありがとうございます。手前また旅を始めます。あなたに出会えたことは手前一生の思い出なでしょう。大切に胸の奥にしまっておきます。では。こんな感じでパッチールの会話が変わります。まあ、これバーチャルコンソールなんで、この丸ごと保存と復元を駆使すれば、選択肢の内容も全部、まあ見れたりするんですけどね。まあ、いちいちそこまではいいかなって思いまして。まあ、これぐらいならっていう感じですね。なんかイベント起きないかな。ここら辺は、依頼はさっき見たか。あ、来た。これでフーリンに話しかけます。最近ある海で気象異常が起こってるらしい。何でも渦潮が上空へ伸びて竜巻になってるというのだ。場所は友達エリア伝説の孤島の近く。特に被害が出てるわけではないが、気になる。伝説の孤島はお主たちのチームの持ち物だ。伝説の孤島まで行って様子を見てきてくれないか。はい。そうか、引き受けてくれるか。よろしく頼んだぞ。これで家選ぶとひねくれてるのかとか言われますね。伝説の孤島に行くには、まあ、この山頂のどれかを選べばいいですね。炎、氷、電気。すべての力が合わさるとき、海の神が目覚めると言われる。私たち三匹がこの伝説の孤島に来たことで、海の神が目覚めたのだ。渦潮が竜巻に変わったのもその影響だ。ここにあるのは渦潮の石。これを持てば海の竜巻を通り、銀の海溝と呼ばれるところへ行ける。海の神はそこにいるのだ。行きなさい、そして海の神に出会うのです。方に言うセリフなのかどうかわかりませんけど、まあ、誰でもこういうセリフを話します。渦潮の石を手に入れた。そして、銀の開口へ行けるようになったと。貴重な方の寝姿。はい、それで銀の開口と西の洞窟も、ゴーマークがつきました。ちょっと願いの洞窟は、後回しで、まあ、レベル1ダンジョンなんで、まあ、20回なんですけどね。そして西の洞窟と銀の開口は、99回持ち込みかのダンジョンです。そして銀の開口はですね、35回、55回だったかな。ちょっとうろ覚えですけど、大部屋モンスターハウスが固定で4箇所あるんですね。なので、まあ、部屋全体攻撃は、まあ、あった方がいいかなと思いますね。まあ、大体、フリーザーさえ仲間にしていけば、まあ、安心なんですけどね。あと、賢さを視力自慢までは最低でも上げておく。まあ、この遥かなる霊峰もだいぶ罠ありましたからね。一部屋に4つとか、ありますね。じゃあ、次は、まあ、また、ボスとかイベント、フロアまで進めておきます。
それではご視聴ありがとうございました。